もう決まってんじゃないですかね。改めて中畑さん、はい、今日の試合非常に早いテンポで進んできましたが、はい、どう振り返りますか。いろんなところありましたね。いや僕はねヤクルトの岩橋この、 ピッチャーの出現というのを驚きましたね。これだけね結果出せるピッチャーがいたんだというね、うん、若い選手の中でね、はいはい、やっぱ使ってみなきゃ分かりませんねピッチャーは。本当にそうですね。もうローテーションで言えばルーキーピッチャーの星というピッチャーが、はい、大体中のイカという感覚で回ってきておそらく押してやろう、うん、ただどうもコンディションがあまり整わず、で岩橋が掴んだわけですからね。これだけねいい試合になったね。